はい、皆さんこんにちは、佐賀キャッツでございます。日刊現代にちょっと前ですね、7月9日に出た記事でございまして、誰が書いてんやろうと思ったらですね、長谷川隆先生でございまして、はい、時々日刊現代に書かれますね、はい、なかなか鋭い。住宅ローン返済中の物件で不動産投資…バレたらどうなる、例外的なケースはということでございまして、6日ツイッターのトレンドに上がった住宅ローンのワード、超低金利が続く日本、で相次いでいるのが全期間固定金利フラット35などの住宅ローンを組んでいる持ち家を賃貸に出す行為だと。大手不動産販売会社の営業マンが顧客に、これね、大手不動産販売会社ってあれですよ、あのオープンハウスですから、販売会社ではなくて大手不動産会社と言うべきでしょうね。自分ところで開発した戸建て調達かな、これは。営業マンが顧客に住宅ローン返済中の自己所有物件の貸し出しと自社物件の新規購入を進めていたと一部週刊誌が報じていると。これは金融機関への配信行為であり契約違反です。低金利しかも長期固定で借りられる住宅ローンは自己所有自己使用の自宅購入が 大前提です。勤務先勤務年数などの属性を審査し破綻リスクを考慮の上、長期低金利の貸付が実現しています。一方、投資物件向けのローンは不動産賃貸業を営むための事業者ローンであり全くの別物です。これをもし上場企業が組織的に行ったとしたら、その企業は上場廃止になってもおかしくないでしょう。不動産アナリスト長谷川隆氏、あ、そうか、別に答えてるだけで書いてませんね。不動産アナリスト長谷川隆氏は、一部の住宅ローンを組んで購入した物件を賃貸に回すのは完全に違法だと断じる。しかし例外的なケースはあるという。これ確かですね、5、6年前に問題になってたような気がしますね。誰かがですね、やってたんですよ。あの個人レベルで住宅ローンで買った物件をどんどん賃貸に回していたというのがバレてですね、あれどうだったんでしょうね、一括返済を求められたのちょうどかな。で、それも販売とね、これは仲介会社かなんかがですね、それやれやれとか言って進めてた、やった事件だったような気がしますけどね。今回はだからですね、まあ多分おやめやするんでしょうけども、あのオープンハウスの戸建て売るのにその手を使ったというふうにどっかに書いてありましたけどね。やむを得ない転勤のほか景気悪化などで仕事を失った場合、安い賃貸に引っ越し自宅を貸し出して急場をしのぐなどの緊急措置が金融機関から認められるケースもあります。しかし確信犯的な違法行為が発覚した場合、ローンの一括返済が求められます。返済できない場合競売にかけられますし、当然再びローンは組めなくなるでしょうと。ブラックリストに載るわけですね。で、まあ、競売の前に多分人売を許してくれると思うんですけどね。あの銀行もそんな、あの競売かけたら手続きめんどくさいでしょ。あったら多分人売で売ってという、ただし期限付きの人売でしょうから、もう早期間に必ず売らなければいけないとなるんで、物件によっては厳しいことになるでしょうね。しかし金融機関がこの件を定期的に調査するわけではないため、この違法行為を堂々とやっているものも少なくないという、いっぱいいますよ。いっぱいいますよ。こういった行為が蔓延した場合、金融庁が金融機関に指揮して、何らかの調査検査を行う可能性があるでしょう。また住民票や運転免許証の住所移転などに移転による郵便物の未達などがなので足がつくこともあります。得られるリターンと失う信用のリスクは到底見合うものではありません。これ長谷川隆氏のことですね。低金利だからと住宅ローンの悪用は絶対に避けるべきと長谷川氏は注意を促すということで、この日刊現代の、記事は終わっております。コメント提供ですね。
何と言いましょうか、その通りです。建前上はその通りなんですけどね、実際は横行してます。なんで、なんていうか、それを進めたらですね、分かってて進めたら犯罪に近いと思いますね。何なんでしょうね、これは。ちょっと分かりませんけども、それを進めたら、進めた側は強さになるのかな。で、それ実行してる側はでも罪には問われないんちゃうのかな。詐欺になるんかな。なりにくいですけどね。まあそれはええとしましてですね。まあこれね、一つ言えるのは、バレたらね、一括返済なんですよ。バレたら。住宅ローンでマンション買いました。で、それを、賃貸出しました。で、その家賃収入得てます。ただこれはもうあれですね。その契約、銀行との契約違反になるわけですね。居住という条件が定まってるんですね。銀行との間の、不法行為に近いかな。でもそれは刑事罰は多分ないと思うんですけど。で、何と言いましょうか。で、これ容赦なく来ますよ、多分。見つかったら。それはもうすぐに、認売かけてくださいと。売却してくださいと。で、売れなければ競売ですということになります。ただね、居住中ですんでね、オーナー、田中さんが賃借人がですね、居住中であれば居住中の物件としてオーナーチェンジで売るしかないんですよ。オーナーチェンジが売れへんねん、またこれものすごい利回りに設定しないと売れません。どうでしょうね、場所によりますけど、例えばよくありがちな場所としても豊洲とかでですね、豊洲の区分でしょ、区分所有権の物件、いわゆるマンション一室ですよね。どうでしょう、表面でテンパー2桁乗ってないとやばいんちゃうかな。表面っていうのはですね、得られる家賃を単純にその物件価格で割り戻した場合ですね。つまり8000万で売るんであれば800万、年間800万ぐらいの家賃収入がなければならないんですけど、なるわけないでしょ。8000万で売るやったら年間転売でしょ、800万でしょ、800万だったら月にしたら70万、そんなんで回ってる物件ないでしょ。だからですね、もっとそれを無理くり転売に合わせなあかんわけですよ。例えば20万の家賃で返してたら240万でしょ。2400万ということになりますね。多分な、豊洲で今5000万以下で買えるマンションがあれやしませんからね。かなり厳しいことになるでしょ、そうなると。だから、なんて言いますかね、ものすごくこう損が出たりする可能性はありますね。だから見つかると悲惨なんです、これ。ただね、見つかりにくいんですよ。なぜかというとですね、一番見つかるパターンはですね、銀行が半年に1回ずつぐらい、あなたの返済計画はこれですよって郵便を送るんですね。でそれが届かずに帰ってきた場合、銀行が怪しいなと思って、それをわーっと定期的にクリニックをあげるんですけど、それが一番でして、でよくやる手はですね、知り合いに住んでもらうんですよ。自分の。で、ちょっと家賃を安くするんですね。相場20万やけど、18万でええわとかね、16万でええわとかって。その代わり、その郵便が来たら、取っといてと。で、後で僕に渡してと。あるいは、改装してとかいう話にしとくわけですね。で、そうするとですね、銀行は気がつかないということになります。なんで、ですね、こう、バレずにいけるというようになります。バレるケースのほとんどはそれですね、郵便が届かないというケースがあれですね。なんでですね、ただね、やってる人多くていろんな巧妙な手を使うんですよね。その送り先、住所、銀行への届け出の住所を変えておくとかね、なんかいろんな手があるみたいですよ。絶対おすすめはしません。ちゃんとですね、それをやるんならですね、不動産のアパートローンってありますから、投資用の不動産用の。ちょっとね、利率が高くてどうでしょうね。人にもよって、物件にもよりますけど、
まあ 3% から 6% ぐらいの間ではないかなと思いますね。はい、ということでこのですね日韓元あちゃ間違えた怒られる日韓現代ややこしいな日韓現代のですね1ページ目のアドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。